こんにちは、速稼塾の久保です。今日もね、コメント読んでみたのコーナーでございます。今回はですね、高橋義徳さんですか、義則さんですか、こちらの方から私の動画に対してコメントをいただきました。その前にね、ちょっとお話したいところがあるんですけども、2つほどお話しておきます。1つはですね、平和ボケという言葉ですよね。今の日本人は平和ボケしているみたいなことが言葉として使われることがありますけども、もうね、こういう言葉に対してね、いつでも戦地に行って自分の身をさらして戦う意思のある人がこれを言うならまだしもですけども、自分は戦場にも行かないし、自分は他の人がね、何もやらないことを疎むだけで、自分の行動は顧みない、そういう方がね、日本人は平和ボケだというふうに自分に責任がないようなね、言い方をするのはどうも私は感化できないかなというのが一つです。もう一つはですね、今尖閣諸島でなかなか緊張の高まる状態が続いています。今回のコメントもこれについてなんですけども、日本には自衛隊がいるからいいさとかね、いたとなったらアメリカ軍がいてくれるさっていう、こういう考えも私はどうも同調できないんですよ。というのは、自衛隊の方にもね、この前もお話しましたけども、家族がいて将来があって夢があるわけですよね。なんでね、進んで戦地に行って殺し合いをしたいかということですよ。自分が生き残って帰ったとしてもそれは喜べないんですよね。なぜならその時には人を殺してるからなんですよ。やっぱりね、悪いやつが攻めてきたっていうのは、悪いやつなのかもしれませんけども、その攻めてきた人にもね、事情があり、生命があり、命令があり、使命があり、いろんな事情があるわけなんですよ。それはやっぱりね、軍人をしているからこそ、あえて軍人と言いますけども、軍人をしているからこそ、命を懸けているからこそ、相手側の生命にも家族があり、夢があり、そして、相手のね、生命にも、命を落としたね、いろんな思いがあるっていうことが、分かるんだろうなと思うんですよ。一方的に憎くって、どっちかが一方的に悪ってことはなかなかないと思うんですよね。こういうことをちょっと前提にレターというかコメントを読んでいただければと思います。ではコメントの方に切り替えさせていただきますので、いつものようにですね、バンディカムの画像が出てきます。はい、こちらの方ですね、ワードの方に転載したんですけども、高橋義則さん、3時間前って出てますね。コメントありがとうございます。息子が自衛官ですね、自衛官の息子さんを持ってらっしゃるお父さんですかね。やっぱりね、自衛官されていていろんな思いがあると思うんですよ。戦場にも行ってほしくないし、銃を構えて人に向けて撃ってほしくないし、そして撃たれたくもないという思っていると思います。戦争って誰かが死ぬんですよね。それが戦地に行けば自分の息子かもしれない、で行った本人はまだしもね、国を守るためって意識があるかもしれませんけども、やっぱりね、行ってほしくないですよね。そのくらいだったらお父さんはね、息子を戦地に送るよりも、俺が行くからお前は家に待ってろというふうな気持ちかもしれません。本当にね、できるもんなら代わってやりたい、そんな男心、親心なんだとは私は思うんですよ。はい、続きますね。息子が自衛官です。久保さんのおっしゃる通りの思いです。お一人でもそのように考えてくださるととても嬉しいです。恐縮です。はい。自衛隊にはこんな川柳があります。弾に撃つ。弾がないのが弾に傷。つまり、弾薬が足りないのですと。これは保管上の法律に縛られているからですということですよね。丸腰で戦ってるのもんですね。また戦車を運ぶのに高速を使うのにも、県をまたぐときに7つの申請書を上げなくてはなりません。そうなんだ。これも自衛隊の行動を縛る法律です。昔有事法が必要だと議論がありましたが、未だに身動きが取れません。災害でさえ一刻を争うときは、部隊は訓練と称して災害地に車両で近づき、派遣の命令を待っています。そうだったんですね。本当にご苦労様でございます。頭が下がる思いですね。早く被災者を助けるために自らの身体をかけて動かなくてはいけません。自らの身体が関わるわけですよね。なんか綺麗事じゃ済まないですね。こういうのを 見ると、被災地では炊き出しを出しますが、これも自衛官は食べてはならず、隠れて凍った缶詰をつついています。これね、私もね、見た時衝撃でしたね。自衛官の方は自分の装備を持ってですね、お風呂の用意を被災地に展開したり、食事の用意をしたり、飯盒炊爨であったかいものを作ってくれたりとかするんですけども、自分たちはそれに手をつけないんですよ。隠れたところで冷えたご飯、砂糖のね、ご飯、もうレンジでチンもせずにそのまま食べるんですよ。普段からそういう訓練してるんですよ。レトルトもそのまま温めずに食べますよね。燃料が貴重なんで。お風呂には当然入りません。で、衛生環境がね、悪い中で、少しでもいい環境は、一般市民の方、国民の方にっていうことで、どんどん譲ってくれるんですよ。こういう方たちにね、私たちはどんなことができるんでしょうかってことですよ。ある意味ね、いや、ある意味ではないですね。まさしく、
生命を守ってくださるのっていうのは誰なのか。これはですね、自衛隊の皆さんであり、まあもしかしたら警察の方かもしれませんし、うん、少なくとも私たち民間人はね、守られる立場であり、まあ本当にありがとうございますっていう形ですよね。うん、で、自衛隊が全くなかったら私たちはどんな暮らしでしょうかね。毎日どれほどの恐怖でしょうかね。で、あ、本当にね、これ常に命を投げ出すことを覚悟しながら任務に当たってくださって、訓練を繰り返してくださってる自衛隊の皆さんにね、私は深く感謝したいですし、あの、なんですか、軍事費を、この前も戦闘機にいっぱい買ったって言いましたけど、繰り返しますけども、人材がこれから不足していく自衛隊において、それでもね、命をかけて戦場に行けっていうんだったら、もうね、限りなく効率のいい軍事兵器は買ってもらおうじゃないですかね。法律が許すなら戦艦も持ってもらいたいですし、頑丈な基地をね、いくつも持ってほしいですし、私の勝手な思いですけども、頼りになるアメリカ軍がいるんだったら、どんどんね、日本に駐屯してもらって、共同で、訓練をしていただきたいし、共同で任務に当たっていただきたいと思います。そしてですね、戦争せずにも日本に手を出したら危ないぞっていうふうに思われて、全くね、戦争を仕掛けられないような、そんな国にならないといけないですし、もうまさにね、外交で脅されないようにしてもらいたいと思うんですよ。日本が他の国に対して圧力をかけていくとっていうことは考えられないです。あの、日本ってのはね、唯一海外に植民地を持たなかった国ではないかなと思うんですよ。唯一占領、侵略をしなかった国ではないかなと思うんですよ。まあですんでね、日本の軍事ってのは防衛のため、守るための力であり、暴力だと思うんですよ。暴力って言い方は適当じゃないかもしれませんけども。でも世の中には2つの暴力があって、それは侵攻と制圧のための暴力、人の自由を束縛するための暴力というのがあります。もう一つはですね、自由を守るため、解放のため、防衛のための暴力ってあると思うんですよ。日本はその防衛のための暴力、力をね、しっかりと使いこなせる、そんな民族だと私は思うんですよね。はい、ちょっとね、また文章戻りますね。災害でさえ一刻を争うときは、あ、そうですね、ここ読みましたね、すみません。虐げられてきた時代を私も自衛官として過ごしました。これお父さんもね、自衛官なんですよね。本当にね、日本の国防のために、命を尽くしてくださいました。ありがとうございます。いつでもね、家族以上に、名も知らぬ国民を優先してくれた、そんな気持ちで任務を全うされたんだと思います。ありがとうございます。民間の方から声を上げていただき、国を守ることを真剣に考えていただけるのはとても嬉しいことです。はい、私もね、今の意識で10代でしたら、私はね、あの、志願したと思いますよ、自衛官に。あの、それまでは私はね、あんまり自分の人生を真面目に考えたことがなかったです。今になって初めてね、あの、守られてることのありがたさと、防衛に対する意識がどれだけね、私自分自身低かったかっていうことをよくわかります。やっぱりね、ある程度、個人的にもそうですけども、ガーンとガタイが大きくてね、大きな声出してる人に喧嘩を吹っかけてくる人はいないんですよね。でもやっぱりね、しょんぼりしていたりとか弱そうだと、やっぱ襲われちゃうんですよね、これは。あの、やっぱ世の中っていい人ばっかりじゃないですから、弱いものを食って生きるっていう人はもう平気でいますからね。じゃあそのためには、見た目だけでも強くしてないといけないですし、それから体を鍛えておいて、いざという時には自分の力、自分のね、体を守れるような、そんな力をつけておきたいなと思うわけですよ。で、民間の、あ、で、中国は赤化計画という、赤化計画ですかね、侵略計画に基づいて1000年先を見据えて日本を侵略しようと企てています。これは本当そうみたいですね。あの、防衛白書ってものが、これ毎年出てますけども、これね、防衛白書ってむちゃくちゃすごい、書類ですよ。これをね、よくね、民間の私たちに見せてくださいました。本当にありがたいと思います。これ読み物としても面白いんですけども、あ、こういうふうな意識を持ってね、忖度なく、それこそね、中国、韓国に全く忖度ないですよ。これ正直なことが書かれてます。ですんで、当然諸外国から反発があります。諸外国っても中国と韓国と北朝鮮でしょ。この3つ以外は日本のね、もっともっと強くなる日本を応援してくれますよ。日本っていう国を信じてくれてます。あの、そんな無茶苦茶をしないっていうことはね、本当に信じてくれてます。大東亜共栄圏っていうちょっと過激な言葉がありましたけど、私もね、大東亜共栄圏について大いに誤解していたなってところがあります。本当にね、日本という国は、あの、植民地となっていた同胞ね、東南アジアの皆さんの国をですね、独立に向けて我が身を捨ててですね、解放に向かっていったんだというふうに私は思いますし、そう信じております。
きっと本当にそうだと思います。だからこそ東南アジアの諸国から親日と言われて日本に対する信頼は厚いんだと思うんですよね。はい、尖閣諸島に実は中国の古い墓石を投げ捨てており、既成事実を積み上げています。これすごいですね。尖閣諸島に中国の古い墓石をどんどん投げていって、ほらね、昔からここに住んでいたんですよって既成事実を積み上げてるんですよ。日本は何をしてるのかってことですよね。たまに民間人の方が尖閣諸島に乗り込んでいきますけども、でも政府によってそれがね、排除されたりとか、何をやってるんですかってことですよ。というか尖閣諸島の鳥島かなんかありましたよね。一番大きな岩、あそこにもうね、日本人が常駐できるようなね、そんな施設を作るなり、灯台を作るなり、きちんと日本の領土なんですよってことを国際社会に主張していかないといけないと思います。それをね、まさにね、中国が先にやってるんですよ。何をやってるのかなと。これはね、多分ね、報道の責任が重いと思います。こういうことを全く知らせない報道の責任、マスメディアのね。それこそね、毎日のように夕方7時のニュースで1時間くらいやってる方がいいですよ。こんなコロナとかやってる場合じゃないですよ、ほんと昔から。はい、ここに中華民国の中華思想の恐ろしさがあるのです。恐ろしいですね。戦争はやめましょう、泥棒はやめましょう、悪いことはやめましょうと言って家に鍵をかけない人はいないはずです。そうですね、昔はそれでも家に鍵をかけなかったと思いますけども、もう長屋という制度もなくなりましてね、今は警戒しなければならない時代です。力を持たなければならない時代です。甘いことを言っていても、で憲法を守って全滅させられていいんですかってことなんですよ。で憲法も解釈を変える時代が来たのかもしれないですし、憲法そのものを書き換えたりとかね、しないといけないのかもしれませんし、私はね、もう時代が変わってもうちょっと強い軍備を持たなければならないのかなと思いますよ。自衛隊というものではなくて、きちんとですね、日本海軍なり日本陸軍なり日本空軍なりってものを整備して強い日本にならないと、これからはね、東アジアをまとめるリーダーとして本当の意味でね、大東亜共栄圏というのを作り上げていかなければならないんではないかなと思います。で昔の昭和10年代の大東亜共栄圏と大きく違うのは、当時敵国であったアメリカ、イギリスが今はね、同盟国なんですよ。もうですんで、今大東亜共栄圏を下げれば、アメリカも味方、イギリスも味方、ヨーロッパの多くの国も味方してくれるでしょ。ね、ここに私たちの今、21世紀のね、日本というものの立ち位置が決まると思うんですよ。ね、日本がね、今ね、中国側につくか、アメリカ側につくか、躊躇している暇はないです。これアメリカ一択だと思いますよ。中国についたらもう終わりです。終わりです。私はそう思います。中国は、私はね、非常に、中国国民一人一人が、一人一人に恨みはないです。ただね、中国という国として捉えたときに非常に脅威だと思いますし、まっすぐ日本の敵だと思いますよ、これは。そう思いますね。少数民族の弾圧にしても、今度は日本が少数民族になりますよ。そういうふうに私は思ってますけどね。はい。ですので、ちょっとまとめますけどね。軍事力はもっと高めていく。これはね、降りかかる火の粉を払うという目的もありますし、あとね、やっぱり、日本を脅かすものに対して先制攻撃かけるのも、これは防衛の一部だというふうに考えます。これはね、河野防衛大臣がちょっと言われたんじゃないですかね、この何日かで。ちょっとね、今回の動画、過激な発言もありましたけども、そのぐらい私は危機を感じているということでございます。で、改めて申し上げますけども、国防のためにね、日夜訓練と、それからね、哨戒に携わってくださっている、海上保安庁の皆さんとかね、自衛隊の皆さんに、本当に深く感謝したいと思います。私もね、できることがあるなら、この身をね、この老いぼれの身ですからいらないと思いますけども、少しでも力になりたいと思っております。私の力になれるものっていうのは、少しでもこういった国を守ってくださる方の実態を YouTube を通じて知らせることかなと思ってますので、これからね、時に触れて、そういった活動をね、広めていきたいと思いますので、これからも国防に対する、そして国防に対するものと、あとは脅威、ね、諸外国の脅威、諸外国って言ったって中国と北朝鮮と韓国でしょ。この3つがね、私から見ると悪の数軸だと思いますよ。この国に対してどういうふうに考えていくのかってことをこれからも発信していければなと思います。でもね、私心の中で思います。難しいかもしれません、無理かもしれませんけども、中国、北朝鮮、韓国の方ともね、一人でも多くの方とも、フレンドシップを築いていきたいなと思うんですよ。難しいかもしれませんけどね。ということでございます。何に関しても牙を向いていくわけではないですけども、この尖閣諸島につきましてはね、もう譲れないところと、あと今アメリカと中国のどちらかを選べという選択肢があるとしたら、これはもう一択で、中国が敵、アメリカが味方というふうに考える以外ないと思います。
皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。ちょっと怖いですけどね今の時点で私はそういうふうに感じております。それでは。